はようございます。ダイスチャンネルダイスです。今回はドラゴンボール Z ドッカンバトルやっていきたいと思います。6月20と21日でデータの更新ありましたね。今回は新しくなったガシャ挑戦していきたいと思います。石貯めましたよ。先に、お知らせから見ていきましょう。6月21日更新で星に願いをドッカンフェスキャンペーン始まったんですよね。星に願いをドッカンフェスキャンペーンではユーザーの皆様から寄せられた願いを集計し、上位の7体がピックアップ対象のキャラクターとしてドッカンフェスに登場今後していくということで、私何のキャラクターがいいかなと考えたんですけど、まあ投票期間もね、7月3日月曜日の10時59分まで、結構まだ時間はあるので、どれにしようかめちゃくちゃ迷っています。皆さんだったらどれにしますか？ブラック悟空もそう、私持っていないキャラクターが私は多いので、今回のキャンペーンで上位7体になったキャラクター、その時のねフェスガシャではゲットしていきたいなと思います。できればブルーベジット出なかったんですよねそのあたりをね投票しようかななんて思いながらまだ悩んでるところです。はい。で、新しいガシャは昇竜祭 SSR の確率はなんと2倍、 SR 以上の確率が大チャンスで到来してます。注目キャラクターとしては SSR のバーダック大猿、バーダックは持っているんですけど大猿系はまだ一体もいないんですよね。なので今回ですね、私は SSR バーダック大猿狙っていきたいと思います。同じくセリパ大猿も今回登場してるんですよね。限界突破の独眼覚醒でバーダック大猿、まあ、覚醒にもなるし、セリパよりは個人的にはバーダックかなと思っています。覚醒メタルも物語イベントのたった一人の超最終決戦でゲットできるっていうことなので、バーダック大猿がゲットできた暁には覚醒メダルをゲットして、ドッカン覚醒したいと思います。期間もね、下の方かな、7月11日までなってます。はい、では引いていきましょう。まずはスカウターから、これだね、バーダック大猿 SSR ギ HP30% 以上でアタック 70% アップつくし、必殺技もファイナルスピリッツキャノンがかっこいいますます欲しくなりますね。はい、あとはセリパ大猿 SSR スーパーサイヤ人バーダック、これは2体ですね。力と体かな。スーパーサイヤ人ソン、ご飯未来ギ、スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人レジードギ、スーパーサイヤ人トランクス未来体、マイちゃん未来、これマイちゃんも狙っていきたいです。もう好きなキャラクターだっていうのもあるんでね。ザマスにゴールデンフリーザ、スーパーサイヤ人バーダック、ここから SR ですね。ソクと人造人間17号タイの SR がスカウターに入っていました。ゴールデンフリーザは一応この子じゃないけど持ってますね。舞ちゃんも欲しいなということで、100石貯めたので今回は20連していこうと思います。バーダック欲しいのでお願いします。まあ SSR が2倍だっていうことなのでかなり期待、なんかたくさん流れた気がする。もう来た、虹色レインボー、最初から来るのかな。うー、びっくりした、バイバイみんなになってる。なんと SSR ある、一発目からスーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空、悪を砕く送信もらいましたからの、これバーダックだ、 SR かな、スーパーサイヤ人バーダック SR、 スカウターにいましたね。3体目、
鶴仙人かと思ったら違った。アーモンド SR、 レオンは出なくて SR の気がする。これもバーダックですね。2体目ゲットです。うーん、大猿、あ、大猿じゃなかった。 SSR スーパーサイヤ人バーダックゲットです。大猿かと思った、びっくりした。チャオズだ、チャオズ SR。 これは普通にネイルだね、 SR ネイル。次は、あ、なんかラディッツ久しぶり SR です。え、これわかんない。お、初ゲット、ザンギャ SR。 ふーん、トランクスSSR スーパーサイヤ人トランクス、未来ゲットしました。スカウターにいましたね。ってことで1回目は SSR が3体出ました。で、まさかここでゲットできると思ってなかったです。スーパーサイヤ人ごとスーパーサイヤ人孫悟空1体持ってるのですが、確かね違った気がするんだよね。そして、こっちスーパーサイヤ人バーダック SSR、 モサルじゃなかったですがバーダックの SSR は一応ゲットしました。最後はスーパーサイヤ人トランプス未来 SSR ゲット。このまま20連目いってみます。あ、1半端だから拡張でいいかな。はい、いってみましょう。ラッチャル石50個使ってこれで0個になる。久しぶりの0ですね。また貯めます。流れるのは1、2、3、4、5。お、放てた文字がレインボーじゃない。でもお願い、SSR2 倍だからいけると思うんだよな。いけないかな。あら、バビディかな。SR バビディ、きた。え、ゴールデンフリーザだ。わー、びっくりした。 SSR のゴールデンフリーザ、即は持ってなかったので初ゲット。連続ゴテンクス SSR から、おー、これもだ。 SSR スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空、さっきと違う。これはバーダックですね。即のバーダック SR。 あ、ここも連続だ。これで4体目からのフロースト SR、 最終形態タラガス SR ゲットしました。チャオズこれも SR 即バーダック。え、何体目、結構出ましたね。はい、今回も SSR は3体でした。連続出ててかなりびっくりしてます。ゴールデンフリーザ、即のゴールデンフリーザ確か持ってないんですね。あとはゴテンクス即 SSR、 お気に入りどっちもしとこう。そして最後スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空、さっきと出てるのが、属性違います。 SSR 力、こんな感じでね、今回スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空が2体出たんですけど、今まで持ってたのがエタイの SSR で UR に今なっているこの孫悟空なので、ゲットしたギと力目も育てていこうと思います。これが1回目ですね。はい、あとはゴールデンフリーザもこっちギを持っていて速が出てるので、これもその次に育てようと思います。あとはバーダックが多分5体ぐらい出てたと思うので、本当はね5体とも育てた方が良いんだと思うんですけど、1つにまとめて必殺技レベル上げて1体集中で育てていこうかなと思います。皆さんの結果はいかがだったでしょうか。私バーダック大猿が出なかったです。ガシャ期間はもうちょっとあるんですが、
キャンペーンになっているドッカンフェス上位7体がすっごく気になるので、ここからは石を貯めて、ドッカンフェスが来るまでに、まあ、20連いけるかな、100個いけるように貯めていきたいと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録と高評価のボタン、コメントもお待ちしてます。それではまた、 See you!